今回はこのノートパソコンは会社の ThinkPad X230 なんですが、ちょっと壊れた箇所がありまして、ここのロゴなんですが、今このようにセロテープで貼ってます。でこれ剥がすとこんな感じでロゴがちょっと取れてしまいました。まあこのロゴをまあ綺麗に貼りたいんですけども、またこれを接着するのに、まあ瞬間接着剤使うとまあ白くなったりするんで、この透明な部分が台無しだなっていうのでちょっと調べまして、今回ちょっと優れものを買ったんでご紹介します。で買った商品はこちら、ボンディックの UV ライトで固まる液体プラスチックを購入しました。まあ、4秒で固まる、まあ、塗布して硬化して、まあ、完成という3ステップの商品です。で裏面はこういう形で書いてありまして、世界初付属の UV ライトを4秒当てれば瞬間に硬化する液体プラスチックボンディック、今までに難しかったような接着修復成形がその場でスピーディーに簡単にできますということで、まあ、スマートフォンコードの、まあ、修復、まあ、切れた、まあ、コードを、まあ、修復したりとか、あと欠けたルアーのクリップの修復、まあ、角度調整とかができるそうです。あとスペア部品、プラスチックパーツの成形で、まあ、粘土等で型を作り流し込みで、まあ、このように同じパーツを作るっていうことができるそうです。でこちらの商品は Amazon で購入しました。ボンディック液体プラスチック接着剤スターターキットというものを購入しております。で、さらにこういった上のモデルがあって、これは、まあ、ペンと接着剤が同じ向きの、まあ、ちょっと高級なタイプのものになってます。購入したのは、こちらの標準タイプの、スターターキットで、こういった、ペン型で、あと UV ライトがセットになっているものです。でこれが液体接着剤が入っているカートリッジで、価格が1630円です。とりあえず最初はこのスターターキットを買えば、まあ、接着は、できるようになります。では開けてみます。でこのようなペンケースのようなものが入ってて、開けるとまず、取説ですね。まあ中は完全な日本語のマニュアルが入ってました。あと、このペン型の、このような、もの接着剤が入ってます。でこれを押すと、UV ライトが光るようになってまして、このように外すことができまして、でこの中のボタン電池はおそらくここを外して交換できると思います。であと反対側はこの液体接着剤が入ったペンはこのように取り外しができます。でおいきなり違う箇所を開けちゃいました。ここですね、結構硬いです。なんか軍手をした方が良さそうな硬さでしたね。ここ開けると、このように、ペン先があって、ここから液体プラスチックが出るような感じになってます。まあ、拡大すると、こんな感じのペン先になってますね。試しにちょっと実験でこのプラスチックの上にこの液体プラスチックで円を描いてみます。であとは、これを、照射します。1234で固まってるでしょうか。わあ、ここにくっつきました。もともと
あったかのような感じでここにくっつきましたね。へえ、面白い。すごいですね、これ。もうこれつけてみたいと思います。この上にちょんちょんちょんと、まあ、置いていきます。こんな感じで液体プラスチック置きました。あとはちょっとキャップをします。ここを握ると液体が出てきちゃうんで、なるべくこういった硬い場所で開けた方がいいですね。あとはこのステッカーを載せます。まあこれを4秒間、あとは照射します。まだ動きますよね。でこれで1、2、3、4、まあこういった形で照射します。さあこれで固まってるでしょうか。お、動かない。すごい。あ、さっきは動いてましたけど、今は今度は強く擦ってもこのロゴが動きません。あー、便利。はい、表面の方を見てみると、はい、接着面、このロゴも、まあ、白くなったりせず、クリアな感じで綺麗に、ロゴシールが貼れてます。これはいいですね。で接着もかなり強力ですね。続いてこちらのプラモデルなんですが、超ちっちゃい、GPZ900 忍者です。このペンと比べても、相当小さいのが分かります。この小さいウインカーが、取れちゃったんで、これを接着します。あとここも外れちゃってますね。ここですね、ここにあります。ここに照射します。お、固まりましたね。続いて、ここにつけます。まあ、このセメダインだとこんな感じで、まあ、接着剤がちょっとついちゃうとこの塗装も剥げちゃいますが、これだと綺麗にいきますよね。でこれをつけまして、あとはこれも照射します。さあこれで、お、固まりました。おお、これもプラスチック用の接着剤よりも、すぐ固まって、仕上がりも綺麗なんで扱いやすいですね、やっぱり。うん、素晴らしい。今度は、このプラスチックの、まあ、引っ張る部分の先っちょがちょっとなんか割れちゃったみたいで、これを接着してみます。で割れたのがこのちっちゃい部品です。でここに、液体プラスチックを、つけていきます。このように合わせます。あとこの LED ライトを照射します。はい、こんな感じでとりあえず照射しました。はい、これで、あ、つきましたね。うん、接着面ももう完全に、硬化しまして、もうプラスチックと同じ質感の感じになってます。うん、今回はこちらの、ボンディックの UV ライトで固まる液体プラスチックを紹介しました。
まあ瞬間接着剤だと1回使うと固まってもう使えない状態になってるんで、だいたい1回ぐらいしか使えない感じなんですけども、これは UV ライトを当てるまでは液体プラスチックなので長期間保存しても問題ないです。使った感想、まず UV ライトを当てるまでは単なる液体なんで手についても安心で、仕上がりも透明なので透明な素材を接着するのにも向いていると思います。で、硬化するとあとはプラスチックそのものなんで変なベテつきもありませんし、扱いやすいと思います。まあただ値段は高いんですけども長期間保存できて、まあこの容量分使えるんでいいのかなと思いました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。